ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト。超ブログ志向。はい、ええ、こんにちは、ポロです、えー。今日はですね、第一印象はすべてではないという話をしていきます。まあ、いろんな情報発信ですね。まあ、ビジネス系とか、まあ、そういう発信を聞いたり、本を読んだりしていると。まあ、この第一印象は非常に大事ですよと、もうそれがすべてで。 すべてですよみたいな風に、ま、言ってる人も、ま、たくさんいるんですね。で、おそらくあなたも一度はですね、そういうタグイの話を聞いたことがあるんじゃないかと。やっぱり第一印象って大事だから、ちゃんと第一印象ね、しっかりいい印象を与えるように身だしなみを整えましょうとかっていう風に言われるわけですけど、まあ、僕は極めてそういうのがね、えー、苦手で、なんかこう、日本って決まった形があるじゃないですか。そういう場においてこういう形をしないと失礼だとか無礼だとかね、っていうので、 なんかそれにそぐわなかったらね、なんか白い目で見られたりとか、場合によってなんだ君はみたいな感じで言ってくる人がいたりとか。僕はそういうのがすごく苦手で嫌で、もう本当にね、えー、まあ、苦痛だったわけですけど、でも第一印象って確かに大事だとは思うんですよ。全く第一印象がいらないとは僕も言わないですけど、第一印象が全てなんてことはまずないと思ってるんですよね。まあ僕の YouTube 見てもらったらわかると思うんですけど、 まあ、第一印象、おそらくほとんどの人は悪いと思うんですよ。だからもう本当に、まあ自分で言うのもなんですけど、よくこんな状態で撮影したなって思えるような動画もあるわけですよ。もう寝起きでね、もう髪の毛もボサボサで、顔もパンパンに膨れててね、みたいな。そんな感じでよく撮ったな、みたいな。しかも半分寝巻きみたいな感じの服装で撮ってる時とかね。 っていうので、やっぱそこでまあ悪い印象を与えている人もいると思うし、編集も一切してないから。普通の YouTube を見てる人からすると、まあ、あの動画自体の印象があんまり良くないと思うんですよ。まあ、その素人丸出しというかね。だって編集一切してないわけだから。だけど、僕は全然そこにあんまり気にしてないというかね。やっぱり大事なのは、もちろん印象も大事ですよ、第一印象。第一印象も大事だけど、それよりも大事なのは中身だと思ってるんですね。 例えば、まあ、よく言われますけど、恋愛関係で、こうね、えー、イケメンだけど中身クズと、え、ね、えー、見た目不細工だけど性格がいい人どっちがいいですかみたいな議論ってあるじゃないですか。まあ、その逆パターン、女性のパターン、男性のパターン、まあ、両方置き換えて考えてみてほしいんですけど、これってま、好みの問題もあるんで、見た目がいい方がいいですって人ももちろんいるんですけど、でも、性格がいい方がいいっていうね、人もたくさんいると思うんですよ。だから印象っていうところ、 見た目っていうところだけで考えて言うと、やっぱりそういうね、えー、イケメンとか美人とかっていうところが選ばれると思いきや、やっぱり中身の方が大事だって考えてる人も多いというわけですね。で、この第一印象が全てではないっていう、わ、まあ、かりやすい例で言うと、例えばもう見た目明らさまにやんちゃな人とか、金髪でピアス開けててみたいなね、もうどう考えてもこの人不良だろうみたいな人が、例えばすごくおばあちゃんに親切だったりとか、 子供好きだったりとかすると、すごく印象良くなりません、ね、印象変わってるわけですよ。第一印象は、わ、すごい不良っぽいこの人みたいな感じで、まあマイナスな印象を持ってるわけですね。でもその後のその人の振る舞いとかを見てると、むしろ好感持って好きになったりとかね、するわけですよ。まあギャップが起こってるわけですけど、そこでは。でももし第一印象が全てなんだったら、あ、この人不良だとかね。 なんか、柄悪そうだなっていうのはずっと覆らないと思うんですよ。ずっとその人に対してマイナスな印象を持ってると思うんですけど、まあ、覆ってるわけですね。うん。だから第一印象は全てじゃないってことですよ、要するに。で、まあ、第一印象がもし全てなんだったら、まあ、僕の YouTube 動画もあそこまでチャンネル登録は増えてないと思うんですよ。今、500人ちょっと、まあ、500数十人いるんですけど、本当に見た目が全てで、第一印象が全てだったら、誰も登録しないですあんなチャンネル。 だけど、やっぱり500人ぐらいいるっていうのは、それでもね、やっぱり、それだけじゃないところで価値を感じてくれてる人もいるってことなんですよ。だから、そういう僕みたいに、そういうなんか、僕なんか特に印象がね、第一印象はすごい悪いタイプの人間だから、そういうのを言われるとすごい嫌だったんですね。だから、第一印象変えないとっていうふうに、まあ、考えることもあるんですけど、でもやっぱり、うまくできない。変えたつもりでもやっぱり印象が良くないとかってね、なってしまうから。じゃあ、無理して変えないやめようみたいな感じに開き直ったわけですけど、 結局、まあ、僕が思うのは、もちろん印象も大事ですよ。印象も大事だけど、それ以上に大事なのは、やっぱり中身の方だと思うんですよ。だからコンテンツの方が大事だと思うんですね。じゃあ例えば、サイトとかに置き換えて言うならば、そのサイトのデザインですね。パッと見の見た目ですごく綺麗なデザインでプロっぽくて、みたいな。はいいなっていう印象を与えるじゃないですか。でも、中身のコンテンツ見てみたらスッカスカでね、内容が薄いみたいな。っていうのと、 デザインは至って平凡でシンプルで、まあ、こう素人っぽいところもあったりとかするけど中身がすごい、コンテンツが濃い。どっちがいいですかって話ですよ。で、そういう、もちろん世の中にいろんな人いるんで、そういう表面的なもので価値を判断する人も多いんですね。見た目がこうだからっていうので、 こっちの方がいいっていうふうに判断する人もいるんですけど、僕はそういう人は自分のお客さんじゃないと思ってるんで、もう見た目で全て判断して、もうそれで決めてしまうような人は自分のターゲットにむしろしたくないと思ってるんで、別にそれはそれで別にいいかなっていうふうに。そうじゃなくて中身で価値を感じてくれる人が僕のお客さんだと思ってるので、だからまあああいうふうにね、やってるわけですけど、でもやっぱりそれで本当にあんな素人臭い動画でも、 500人以上登録してくれるっていうのはやっぱり、まあ、中,中身に価値を感じてくれてる人もやっぱり一定数いるんだなっていうのが、まあ、分かった証明できたということだと思うんですよねだからそういうまあ見た目とか第一印象が悪いってよく言われる人も気を落とさずにねそれだけが全てじゃないですからだからそこの後の自分のまあねその後どう立ち振る舞うのかってところでやっぱりね、えー、いい印象を持ってくれたりとか好きになってくれたいっていうのは十分起こるわけなんで いやさっきのギャップ効果が起こったりするわけですよね。だから僕の、ああいう、まあ、コンテンツを見たときに、わ、この人、なんか編集もしなくて、なんか内容しょぼそうだなとかって思っていて、聞いてみたら結構いい話してるとかあったら、印象変わりませんなんかね、どこの素人が発信してんだろうみたいな感じで聞いたら、すごいなんか濃い話してたとかあったら、多分印象変わると思うんですよ。ギャップが起こって。だからそれはいい、いいというかね、むしろその得してるというか。 だからこの期待と自己評価の落差っていうのはすごく大事で、これはその商品を売るときなんかにも、まあ応用できる考え方なんですけど、期待値を上げすぎて、その後の自己評価が下がると、まあクレームになったりするわけですね。不満とかクレーム。すごいいいものだと思って、蓋開けてみたら、しょうもなかったみたいな。よくあるじゃないですか。その煽るだけ煽って、買わせたら中身ね、ほんと粗悪な商品だったとか、あるいはツリータイトル。 なす、相手をこうね、期待を煽るようなタイトルつけて、なんかこう見てみたら、大したことない動画だったとかね。よくあると思うんです。あれは期待と自己評価のバランスが悪いわけです。期待を上げすぎて、自己評価が低いから、そういうことが起こるわけだって。で、逆に、期待は低いけど、その期待を上回るとかね、期待をいい意味で裏切るみたいな状態になると、そこにギャップが起こるわけですよね。だから、より一層その、印象が強くなるというか、 全然なんかしょぼいと思ってたけど、めちゃくちゃすごいね、この人みたいな。っていうことが起こりやすくなるというわけですね。この期待と自己評価のバランスっていうのも、すごく、まあ、重要になってくるわけですけど、だから、その、まあさっきのね、見た目やんちゃな人の例もそうだし、今回のね、そういう第一印象が悪いっていうケースの場合もそうですけど、その後どう挽回するかによって、むしろ見た目がいい人たちよりも、その後の、 自分に対する自己評価が良くなったりっていうことは十分あり得るわけです。なので、こういうね、そういう第一印象とか見た目の印象があんまり良くないと。で、それが自分にとってね、すごくこう苦手なこととか嫌なことの人っていう人も気を落とさずに、その後の方がやっぱり僕は大事だと思いますからね。うん。なので、えー、まあ今回はね、自分がそういう立場だからっていうのもあるんですけど、まあそういうところをね、伝えていきたいなと。 本当に僕はもう、ああいうのがすごく苦手だったんで、ね、え、常にそういう場に行くときに嫌だなって思いながら行っていた。それ見た目、形だけをやたら気にする人とかって、すごい、まあ嫌いというかね、嫌だったんで、で、それがまあやっぱり自分の中ですごく、こう、ね、え、マイナスに感じていたというか、まあ、引け目を感じていたりとかってあったんですけど、今はもう自由に発信できるんで。で、もしそういうね、こう、 なんだろうな。僕の、例えば、身だしなみとか、そういうところで、なんかあ、この人っていうんだったら、多分その人とは合わないと思うんですね。あれがあ僕のありのままというか、まあそういう感じなんで、別にそれで印象悪くて、あこの人じゃあ、ね、えー、いいやってなるんだったら僕は、僕の腕を評価してくれる人だけを、まあクライアントにできればいいかなと思うので、ね、腕は悪いけど見た目がいい人を雇いたいのか、ね、 見た目はあんまり良くないけど、腕がいい人を雇いたいのかっていうのね。僕は後者の方が自分のお客さんにしたいなと思うので、まあそういうところでね、まあ自分を正当化しているような感じになっちゃってるんですけど、まあ、あの、第一印象は全てじゃないなっていうのは、まあ自分でも思いますし、まあそういうところを気にしてる人もね、救いになればと思って今回の、まあエピソードを収録させてもらいました。